先日ツイッターの方でつぶやいたんですけど、Amazon で1200円で販売されている65W の USB 充電器を買いました。 USB Type-C の PD 対応で、しかもガントランジスタを使ってます。で、その届いた商品がこちらです。で、これをちょっと今日はレビューします。結論から言うと、この商品当たりです。買った時1200円だったんで、ゴミが届くだろうなっていうふうに思っていたんですけど、中身はしっかりした本物が届きました。今日はこれを簡単にレビューします。まず Amazon の販売ページを見てみると、 USB-PD65W 急速充電器ガン採用って書いてありますね。メーカー名は書いていません。ブランド名はピエンですね。聞いたこともないです。価格は1207円です。レビューは 3.5 なので高くはないです。販売価格のトラッキングもしました。発売当初は3200円で販売されていたようです。それがどういった理由があったのかは詳しくは分かりませんが、大幅に値下げされて今現在は1207円で販売されています。安いです。早速商品を見ていきます。なんか青を基調にした箱になっています。アンカーっぽいですね。箱の材質は結構しょぼいです。なんか適当に作った箱感があります。中身はこんな感じです。中身の梱包も、なんか結構適当というか簡素な作りになっています。ガン充電器 65W、 箱の裏面に検査機関のマークが書いてあります。これは CCC マークです。中国の安全基準はクリアしています。これはひし形 PSE マークです。ひし形 PSE マークは特定電気用品に付けられるものです。検査機関の試験をパスしています。検査機関はドイツの TÜV です。ここに書いてあるマークを見た限りだと、しっかりした製品ではないかと推測します。充電器本体です。 USB Type-C が1つあります。コンセントの部分は折りたたみ式です。出力は 5V3A、 9V3A、 12V3A、 15V3A、20V3.25A、 65W と書いてあります。一応こちらにもひし形 PSE マークと TÜV のマークが書いてあります。製造しているところは Shenzhen Green Giant Energy Technology Development っていうところが作っているみたいです。深圳の会社、中国製です。重さを測ります。 105.6g です。なので中身はちゃんと入っています。もしかしたら中に砂とか石が入っているかもしれません。実際にこの USB 充電器を使ってノートパソコンを充電しています。 PD 対応です。電圧は 5V です。ここにケーブルを挿すと、見てください、 20V で充電されています。電流は 2.88A、 電力は 57.9W です。商品説明の 65W っていうのはおそらく本当ですね。この電流値についてはノートパソコンの状態によって変わってしまうので、何とも言えませんが、おそらく 3.25A、 65W 引っ張れます。 20V で動いているとき、電流は何 A まで取れるかというと、今 3A 流しています。これをどんどん大きくしていって、3.25A の定格まで流すことは一応できます。で、ここからさらに大きくしていくと、こんな感じですね。 3.45A 流したら電源は落ちてしまいました。 3.45A で電流のリミットがかかっているようです。定格 65W は嘘ではないということは分かりました。次はこちらにある測定器類を使って効率を測ります。効率が低ければガントランジスタを使っている可能性は低いですし、逆に効率が高ければガントランジスタを使っている可能性は高いです。これは効率の測定結果です。横軸は出力電力、縦軸は効率です。効率についての所見ですが、効率はかなり高いです。このクラスだと効率は 92% いけばかなり優秀な部類です。で、今回測定したやつだと最高効率は 91.7% になりました。なので優秀な部類に入ります。 40% 以上の電力を使っていれば効率は常に 90% を超えているという結果になりました。この効率カーブを見てみると、多分ガントランジスタを使っているんじゃないかなっていう雰囲気ですね。で、比較のためにアンカーナノ2の 65W の効率も測定したんですけど、実は今回の測定した、PN の AC アダプターの方が効率は高くなっています。なのでこちらの USB 充電器、実はかなり優秀なのかもしれません。どのくらい発熱するか気になったので、サーモグラフィーで温度を測りました。これは 65W を出している時の温度です。一番温度の高い部分は USB を挿すところです。83度です。熱いです。側面の部分の温度は74度になりました。
温度についてですが、このクラスだと70度を超えることはよくあります。70度を超えると結構熱くて、80度を超えるとかなり熱い部類です。ちなみに30ワットで使い続けた場合、温度は50度まで上昇します。参考までにこれは損失カーブ、最大で6ワット損失出てます。最後に中身がどうなっているかも分解して確かめます。こちらの銅板で中身がぐるぐる巻きにしてあったので取り外しました。銅板と基板はこの部分でつながっています。この銅板には放熱を高める役割と、あとは基板から出てくる放射ノイズを減衰する役割があります。熱伝導シートがあります。こういう風になっていました。回路を見てみましたが、 USB 充電器としては標準的な作りをしています。こちらの面にはスルーホールの部品を実装して、裏面には表面実装の部品が載っている、そういった構成になっています。これは交流電圧を直流に整流するためのダイオードブリッジです。2つ並列接続になっています。この黒い箱はヒューズ、フィルター用のインダクターが3つあります。この黄色い箱はフィルター用のフィルムキャパシタです。電解コンデンサーもたくさん使われています。この黒い筒がそうです。温度グレードはすべて105度、標準的な温度です。黄色い大きな部品は変圧器です。そのすぐ横に USB の出力端子があります。USB 出力端子の基板には PD コントローラーが実装されています。映像には映っていませんが、もともとこういった絶縁用のシートが入っていました。USB 端子の部分についても絶縁用のテープが貼られていました。基板の裏面を見てみます。これはガントランジスタです。パワーインテグレーションズから発売されている SC1933C というものです。これは以前分解したアンカーのパワーポートアトム3スリムに使われているものと同じガントランジスタです。ガントランジスタの横には効率をさらに高くするための同期性類用 MOSFET が実装されています。分解しましたが、ガントランジスタの表記も本当でした。基板の端の方に製造年月日が書いてあります。2019年です。もしかして販売業者はこれを在庫処分したくて1200円で販売しているのかもしれませんね。で、分解してみた感想ですけど、中身はしっかりしてますし、ちゃんとガントランジスタを使っています。 65W の表記も本当です。で、ガントランジスタを採用した 65W の USB PD の充電器の平均的な価格は3500円です。ということはこれ1200円で売ってて、でしかも 65W なので、多分販売されている中では最安じゃないかと思います。で、なんで1200円で売ってるか分かりませんが、もし値段ミスだとしたら今後1200円で買えなくなるかもしれないので、まあ、今のうちに買っておくことをお勧めします。もし気になるようなら概要欄にリンクを貼っておきましたので、そちらから確認してください。で、もし届いたものがこの動画と違うものだった場合、 Amazon なので返品ができます。なので一応そこら辺は安心できますね。まあ、たとえゴミが届いたとしても1200円なんで諦めはつきますけどね。ということで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。